サンサンボンボン。チャス、三本塾のアッキーです。今回は第4回の Q&A をやっていこうと思います。皆さん、質問ありがとうございました。今回もバンバン答えていきます。では、最初の質問いきましょう。I always stubborn with vocabulary. What is the best way to learn vocabulary, Aki 先生?I try J-drama, book, TV shows, but in daily conversation, my friend, Japanese friend, never talk like that. Something. Sometimes. I very confused how to use word. Thank you. はい、そうですね。本とか、ドラマとか、アニメを見てて、で、そういうのと、普通の日本人の会話が全然違うっていうことなんですが、これはですね、全然違います。全然違います。まあもちろん、アニメとかドラマとか映画でも、日本語の言葉とか文法も勉強できると思うんですけど、話し方は全然違います。アニメとかドラマの日本語はとても不自然です。自然じゃないです。で、もし、そういうね、テレビとか映画とかドラマが好きで、まあそういうもので勉強したいんだったら、私のおすすめはバラエティ番組ですね。テレビのバラエティ番組。で、特に、毎回ゲストを呼んで、ゲストと司会の人がこうずっとね、話をするようなテレビがいいと思います。そういう番組だと、結構自然な日本語を喋っているなと思います。海外にいる人はちょっと見られるかわからないんですけど、まあ私が好きなのは、しゃべくりセブンとか、アメトークとか、おしゃれイズムですね。まあアメリカのちょっと有名な、ジミー・ファロンとかジミー・キモの番組みたいな感じですね。あとは、やっぱり YouTube いいと思います。日本人が、まあ普通に日本語でやってるYouTube を見ると結構自然な日本語が聞けると思います。まあ、例えば私が好きなのは、まずはパオパオチャンネルさん。お二人でやってるんですけど、一人は東の方で共通語で喋ってて、もう一人の方は西の方で、もう方言がね、入ってるので、まあその二人で喋ってるのがすごく面白いなと思います。まああとはバイリンガールのチカさん。チカさんは半分英語、半分日本語で喋ってるんですけど、まあ日本のことも海外のこともいろいろ発信していて、まあすごく面白いなと思います。あと最近 YouTube を始めたモデルの夏菜さんとかは、なんかお酒飲みながらずっと喋ってたりして、すごく自然な日本語喋ってるなと思います。あとは花尾さんとかマータソさんは、すごく方言が入ってるんだけど、でもとても面白いので見てみてください。では次の質問いきましょう。Question: I'm looking for a site to do language exchange. There is a Japanese forums that you can suggest to me. Language exchange、言語交換ですかね。アプリで検索すると結構あると思うんですよ。で、まあ有名なのだと、まあ、タンデムとか、ハロートークとか、ラングメイト、まあこの辺ですかね。で、私はこのハロートークだけちょっと使ったことがあります。まあ結構面白かったんですけど、まあ相手の人は先生じゃなくて普通の人なので、まあ結構質問とかした時になんか間違ってるなーとか、まあ逆に海外の方がした質問にこう日本語で答えてる日本人の人がいるんですけど、まあそういうのも結構間違ってるなーとか思ったりはしてました。まあそういうところもあるんですけど、まあ話す練習をね、してみたい。そういうのをする時間が欲しいっていう人には、いいと思います。まあ、あとは、こういうね、知らない人と会うアプリって、やっぱり結構変な人いっぱいいるので、まあ、そこは気をつけてください。はい。では次の質問いきましょう。Question: What is the usage of ごめんください ?Like who and when can you use it?、ごめんくださいですね。ごめんくださいというのは、誰かの家に行って、その玄関で、その家の人を呼ぶときに使います。例えば、私が友達の家に行って、その家の前で友達を呼ぶときに、ごめんくださいって言います。でも、このごめんくださいというのは最近はもう使いません。なんでかっていうと、最近はもうピンポーン。このチャイムがありますよね。なので、
ごめんくださいを使うことはないですね、最近は。設定が昔のアニメとか映画を見ると出てくることがあるかもしれません。はい、では次の質問いきましょう。アッキー先生、I have two questions in mind. First, about Japanese learning. I always learn quite a lot kanji by memorizing it. Yet, when I try to write it, when I'm in the middle of essay writing, I always forget how to write that kanji. Meanwhile, when I read it, I can understand it clearly. Clearly. Do you have any tips on this? はい、漢字を覚えたい。で、漢字は読めるけど書けないということですね。まず漢字が読めるのはすごくいいことだと思います。で、最近は日本人も漢字の書き方を忘れちゃうことがよくあります。最近は携帯とかパソコンを使うことが多いので、漢字を書くことがとても少なくなっています。なので、もし書けるようになりたいのであれば、やっぱりですね、たくさん書くことが一番だと思います。多分もう読めるのであれば、頭は大丈夫。今度は体、手が覚えるようにたくさん書いてください。日本人も子供の時にたくさん書いて覚えます。あと、前に日本人の漢字の覚え方というビデオも出してますので、そちらも参考にしてください。それからもう一つの質問。Is there any solution if you get yourself in conflict with another Japanese? I know Japanese are really good at keeping relationship by acting politely and so considerate to everyone. Yet, if I get myself being disliked by Japanese in a work situation, what should I do? I think Japanese wouldn't answer to why you don't like me kind of question. They'll probably answer with 建前。I'm stuck. Help. とても面白い質問ですね。もし日本人に嫌われてしまったら、まあ、特に職場でということですね。まあ、まず、Japanese are really good at keeping relationship by acting politely and so considerate to everyone. と書いてありますが、まあ、日本人は他の国の方よりも優しくというか平和に、まあ、丁寧に話したり、コミュニケーションしたりするかもしれないんですが、人間関係を作るのがそれで上手っていうことではないと思います。なんならあんまり上手じゃないと思います。いろんな人と協力して仲良くするっていうことが特に上手っていうことはないと思います。まあこれは私の個人的な意見ですけど、例えば職場じゃないところだったら、まあ、誰かに嫌われちゃったら、私もその人のことを好きじゃなくなると思います。誰かが私が嫌いで、で、私がその人が好きっていうことは私はないんですよね。その人が私が嫌いで、まあ話してくれないとか遊んでくれない。だったら私もその人が好きじゃない。だから、まあそれでいいかなと思うんですけど、仕事の場合はその人が好きとか嫌いとか、そういうことを、こう、見せちゃダメだと思うんですよね、私は。もちろん、職場に嫌な人、嫌いな人っていっぱいいると思うんですけど、でも、その人と、まあ、一緒に仕事をしなければいけないですよね。嫌いだから仕事しないってできないですよね。だからもし、まあ、その人が自分のことが嫌いで、なんかすごく態度が悪い、一緒に仕事をやりづらいんだったら、やっぱりその人が悪いと思います。でも、もしね、まあ、その人が悪いんだけど、そういう関係になっちゃったら、まあ、これはね、日本人だからとか、どこの国の人だからとか、多分あんまり関係ないと思うんですけど、まあ、こういう場合はいろいろやり方はあるかなと思います。まあ、まず一つは、もう我慢する。我慢するというか、もうその人が悪いんだなと思って、もうあまり考えないようにする。まあ、その人が私のことが嫌いでも、まあ、好きでも関係ない。もう一緒に仕事するだけ。で、一緒に遊びにも行かないし、一緒にお酒も飲みに行かないし、まあそれでいいや、と思うこと。で、あとは、もしね、関係を直したい、仲良くなりたいと思うなら、
I think Japanese wouldn't answer to why you don't like me って書いてありますが、もしね、その職場でいきなりなんで私のこと嫌いなんですかって聞くとちょっと変な感じがするので、めんどくさいかもしれないけど、すいません、ちょっと今度二人でお酒でも飲みに行きませんかって言って、まあ、二人でね、仕事じゃない時間に会って、で、まあいろいろね、本音で本当のことを話してみたらいいんじゃないですか。まあちょっとね、お酒を飲んだ後に、私、こうなんとかさんにこう嫌われてると思ってるんですけど、そうなんですかって聞いちゃってもいいと思います。まあちょっとね、どういう関係なのかがわからないので難しいんですけど、もし、まあ、ちゃんと話して、ちゃんと解決したいっていう気持ちがあるなら、まあそうやってね、二人でお酒を飲みに行って、ちゃんといろいろ話してもいいと思います。まあ私もね、今までいろんな職場、まあいろんな学校で働いてきたんですけど、まあやっぱり一緒に働いてて、自分と合わない人ってたくさんいるんですよね。で、本当に、私のね、上司と、こう、すごい仲が悪くなって、まあ、喧嘩ばっかりしてたこともあるんですよ。で、確かにちょっとストレスはありましたけど、その時は、まあ、結構ね、その上司がやっぱり悪い人だったんですよ。だから、私だけじゃなくて、他の人もみんなその人のことが嫌いだったんですね。そうすると、まあ、私と上司の関係は悪いんだけど、その人が悪いんだっていうのはみんなわかってるし、ここのね、他の一緒に働いてる人はみんな仲間で、まあ一緒にお酒を飲みに行ったら、まあやっぱりあの人ダメだよねとか、本当にあの人仕事ができないよねとか、まあそういうね、こう愚痴を言いながら、まあここでね、楽しくやってたので、まあ我慢できました。で、やっぱりそういうところだと、まあ私もね、そこ辞めちゃったし、他の私の同僚もどんどんね、辞めちゃったし、まあそこの会社がね、やっぱりうまくいかないんじゃないかなと思います。まあこれだけ覚えておいてほしいのは、なんか日本人は丁寧で優しいから、なんか日本人と関係が悪くなった時に、あ、なんか外国人の私が悪いんだ、日本人丁寧だから、なんかどうしようって思わなくていいです。日本人にも変な人いっぱいいるし、悪い人もいるし、そのね、コミュニケーションが苦手な人もたくさんいます。そこは、まあ、日本人っていうか、人間ですから。まあ、あんまりね、日本人だから、外国人だからって考えなくていいと思います。はい。では、次の質問いきましょう。短いポッドキャストを作ろうと考えたことがありますか？ないですね。でも興味はあります。ポッドキャストって私あんまり聞かないんですけど、あれですよね。インターネットのラジオみたいな感じですよね。日本語勉強するのに、ポッドキャストあった方がいいですかね。まあ、YouTube で、まあ、字幕も入れないで、まあ、私がずっと長く日本語を喋ってるみたいなのでもいいのかな。まあ、もう少しこう具体的に何かあったら、こうコメントに意見をください。よろしくお願いします。まあいいアイデアがあればちょっと作ってみようかなと思います。はい。今回の Q&A は以上になります。皆さん質問ありがとうございました。いつも日本語に関係ない質問とかもあって、で、それは嬉しいんですけど、私のアドバイスが役に立ってるかすごく心配なんですけど、役に立ったらいいなぁと思っています。また Q&A やりますので、ぜひこのビデオのコメント欄に、質問を書いてみてください。コメントをたくさんお待ちしております。では、今回のビデオは以上になります。このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら、ライク、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。では。